ちゃんちゃかちゃーん。どうもトカゲのテンです。今日はな、ママが大好きなピクミンのいろんなグッズが届いたから、まあ見たって、見てこれ、じゃんじゃかじゃーん、いっぱいあるやろ。でこれな、実はな、一番くじのやつもあんねん。このピクミンの一番くじさ、この間ママもうどうしてもやりたいって言っててんけど、どこにも売ってへんっていう話を動画でしたやんか。でそれを聞いた視聴者さんがわざわざな、このピクミンの一番くじやってるとこ探して、しかも引いてきてくれてん。でこれ送ってきてくれてん。これまずは G 賞のノート、ほらかわいいやろピクミン。ほらこっちもいろんなピクミンいてるノート。でこれ F 賞のメタルチャーム、黄色ピクミンやねん。ママはな、このピクミンの中でも黄色ピクミンが一番好きなんやって。でこれ E 賞のストックコンテナってタッパやな。これ普通にめっちゃ使えるよな。ほんでこれなんかいろんな種類があって、青色ピクミン、黄色ピクミン、赤ピクミンのやつもあれば、この一番下のいろんな色のピクミンいてるやつもあんねんて。でこれはいろんな色のピクミンがいてるやつで、これ見てすごない？ B 賞タオルケット、 B 賞当たったってすごいよな。てかそれくれるってすごいよな、マジで。ほら広げてみたらこんな感じ、めっちゃ可愛いやろ。しかもめっちゃでかいよな。ママのためにいっぱい当ててくれてありがとうございます、マジで。あともう一個見てほしいのが、見てこれ帽子、めっちゃ可愛いない？これな、ちゃんとてんちゃんたちがかぶれるようになってんねん。いいやろ。ちょっとだから今日はな、これな、てんちゃんたちちょっとかぶってみるわ。じゃあまずはてんちゃんから。どうよ、めっちゃ似合ってるやろ。てんちゃんの花咲いてるし、先っちょにめっちゃ似合いやろ。なんでずーっとそっち向いてんのよ。何のこだわり？シップちゃんでしー。なんでシップちゃん青いでやねん、これ。なんか、絶対消去法で青になったっぽいやんか。赤たろ赤で、花ちゃん黄色やから黄色なんやろ？で、てんちゃんは花ついてるからある緑のね、絶対もう、消去法やんか、これ、シップちゃん青なったの。シップちゃんも黄色が良かったわ。あの角ついてるやつは良かったわ。シップちゃんマジで。花でーす。花ちゃんは黄色やから黄色やで。いやろ、耳もついてんねんで、花ちゃんのやつ。絶対いいやろ。みんな絶対これ狙ってたやろ。さ、これつけて。どこ行くかねー、行ってきまーす。どうやった？みんなぴったりでめっちゃ可愛かったやろ、マジで。で、この帽子なんやけどな、キュイブルドラゴンバーブバルブ、ちょっとごめん、どっちか分かれへん。この糸が作ってくれてん。確かな、キュイくんっていう双子ちゃんを飼ってる人なんやけど、こんな感じでな、いろんな帽子作ってはる人やね。で、これなんか一緒にくれて、可愛くない？この双子のやつ。もしよかったらな、他にもいろんな帽子いろいろあるから、インスタでちょっとまた見てみて。概要欄にこのキュイくんママのインスタ貼っとくわ。ということで、今日はママの大好きなピクミングッズの紹介でした。
で、大好きとか言うてんのに、最近さ、ピクミンの4出たの知ってる？まだママそれ持ってへんねん。やってみたいわとか言うてんねんけどな。で、なんかな、ママ的にはな、今回新発見やったのが、花ちゃんを正面から見たらめっちゃ可愛いやんって言ってた。で、あの無駄に帽子も似合ってるしって。あと、あの帽子も興味ある人は一回インスタで見てみて。あと一個紫の帽子余ってたやろ。あれはな、またな、今発情期真っ最中の花巻ちゃんにかぶせたろうと思って、また実家帰った時にかぶせて撮るから、また楽しみにしといて。今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。インスタにも写真あげるってママ言うてたから、よかったら見たって。